営業実務コンサルタント島田がどんなコンサルをやってるのか、そこら辺のお話をさせていただきます。営業歴35年2度の株式上場を達成し、文具事務機屋さん専門にコンサルし、多くの経営者を笑顔にした日本一営業同行している泥臭い営業バカの島田が紹介します。私はですね、文具事務機販売専門にコンサルさせてもらってます。こういった文具屋さんも事務機屋さんもそうなんですけど、ネットの影響でね、忙しいけど儲からないとか、どんどん粗利率が下がっちゃって、例えばコピー機1台売っても3万とかしか利益ないとかねそういった信じられないような状況なんですね。しかも安定収益の要だったカウンター料金も年々下がってきて、本当に苦しい状況にあるんですね。ところが私からすると非常に素晴らしい宝物を持たれている会社さんがすごく多いんですね。それ何なのかっていうと、顧客っていう宝物なんですよ。その顧客っていう宝物を私が現場で一緒になって泥にまみれることによって活用して、売り上げを一緒になってあげましょうっていうことをやらさせてもらってるんですね。で、僕ってコンサルが嫌いなんですよ。なんとなくですね、こう理論理屈だけとかね、なんか偉そうじゃねえですか、なんか威張ってるような感じでね、とサラリーマンでコンサルは知ってるけど営業なんかやったことねえって営業やったことねえくせに営業指導するってわけわかんなかったりね、昔すごい売れました日本一ですとかつって、お前今売れんのって、今売れなきゃ話になんないでしょって思っちゃうんですよねまあ実際ですね、私が以前取締役やってた会社でも何度かね、コンサルの方使ったんですけど、まあ言っちゃ悪いですけど、クソの役にも立たねえな。なんかね、これが調査結果ですとかね、理論理屈はこうですとか、もう夜々ね、うんしゅしでいいです。ざけてんじゃねえよ、この野郎ってね、思っちゃうタイプなんですよね。本当に辛い時、どん底に落ちちゃったような時ですね、もう理論理屈じゃ救えないんですよ。だからまあ私自身はですね、現場にこだわったんですね。実際に自分で現場で売りながら、今の市場でどうやりゃ売れんの、今の市場で何が売れるの、誰でも簡単にどうやれば売れるんだろうっていうのを、ほんとね、悪戦苦闘しながら作り上げたのが、まあ、iPad を使ってやるね、営業紙芝居っていう仕組みなんですね。まあね、こういう話してもどうせ俺にはできねえよって、まあ、やり方教えてもらうわけでできるわけねえだろうってね、まあ、文具事務機屋さんのね、社長とか思ってるかもしんないんですけど、一緒に現場同行を、だから私はさせてもらってるんですね。わかってます。あなたが売れないのは分かってます。顧客にアポだけ取ってよと。それで私が御社の社員として一緒に現場行きますよと。こういうふうにやればいいんだよっていうのを実際に見せながらやっていく。だからですね、アポさえ入れてっていただければ 100% 実績が出てるんですね。じゃあ具体的にね、何やんのっていう話をさせていただきます。本当に今バンバン売れてる商品、これをご紹介するんですね。それをどんな風にして売ってんのっていう具体策、これを提供します。アポなんか取ったことねえよお前、どうやって取んだよっていう風に思われると思うんで、まあ実際こうやりゃアポ取れるよっていうアポ取りのコツと、まあ実際のトークですね、そこね をお話しします。それで、また、私と一緒に現場に行って、営業紙芝居、まあ、私がやってみせて、で、現場調査はこういうふうにやるんだよっていうのをご指導します。高確率な提案書、これもフォーマットを私が作り込んでるんで、それの作り方を一緒にご指導して、どういうふうに提案書を持っていってクロージングすればいいのっていうのも、私が見本を示すんで、その通りやってってもらえばいいですよ。っていう、そんな感じです。次にですね、まあ、実際コンサルをスタートするときに、まず最初1日、座学で勉強会を、開催します。営業に対する考え方、こういうふうに考えてやればいいですよっていうもの、売れる商品、
まあ、いくつかあるんですけど、その商品に関して最低限プロとしてここまで知っといてよっていう知識、先ほどお話した営業紙芝居どんな風にやるのっていうロープレー、これを何回かやってってもらう。 LED、UTM、あとレスパーとか、商品ごとにやっていきます。高確率な提案書のフォーマットがありますんで、まあ、実際ね Excel とパワーポイント、これが使えればできるんで、まあそれを何回か練習して、実際にテレアポ、テレアポこういうふうにやるんだよっていうロープレをやらさせてもらうっていう形になってます。その後ですね、月に2日間営業同行をさせてもらいますんで、私が訪問するのに合わせてアポイントを入れといてもらう形なんですね。まず顧客に順番に、まあ私がこうやればアポ取れますよっていうトークのままやってもらえばアポイント取れますから、それで大体ですね、1日5件平均ぐらいかな入れといてもらえば、商品にもよりますけど5件アポイント取ってもらったら5件提案書につながるんですね。そうすればまあ必然の結果として一定の確率で契約も決まってくる。まあそういったのを実地でね一緒になって動きながら覚えてってもらうっていうことをやらさせてもらってます。まあ変な話なんですけど、島田が御社の強い味方になっちゃう。だからですね、売れる商品と具体的な売り方、それでプラスですね、トップセールスがくっついてきたら、まあ売れて当然ですよね。マジか。いいなーって思われたあなたに、私がコンサルさせてもらう条件が、まあいくつかあるんですけど、まずですね、一つ目がですね、最低1年コンサルを継続、まあ頑張ってもらえるところしかやってないんですね。これなんでかって言いますとですね、理論理屈をまあ頭で覚えてもらうだけなら、まあ1、2ヶ月とかで十分だと思うんですけど、具体的に自分ができるようになるっていうのをゴールにしてるんで、そうするとやっぱり最低でも1年間はかかりますよっていうことで、1年継続できるのを条件の1つ目。2つ目がですね、顧客、法人の顧客、とりあえず口座があるところが最低100社あることを条件にさせてもらってます。まあ、社長であるあなた自身がちゃんと行動できること、部下に放り投げてお前やっとけみたいなのはね、ごめんなさい、ちょっと私は無理ですって感じですね。絶対条件として営業モラルが適正であること、まあね、もうカリアがお前何でもいいよ、お前騙してでも売ってこようっていうのは、私は申し訳ないけど、そういったところに対してコンサルする気がないんで、最低条件、ここまで条件あるよという方は、まあ、ぜひぜひね、問い合わせをしてってもらえばって思うんですけど、急いでください。なんでかっていうとね、私の体一つしかないんですね。それで今も、5社、6社、7社かな。まあ、コロナ禍でね、今ちょっと来ないでくれって言われてるところもあるんで、そうやって考えると、あと2社がギリですね。どうにかいけるかなーっていうようなね、もうギリギリな状況。ほぼほぼね、1ヶ月間出張ばっかりしてるんで。あと一つだけ言っときます。私ね、毎月 PCR 検査を受けたり、抗体検査を受けてるんで、一応月初めに陰性であるのは確認して動いてるコンサルになってます。安心安全でやらさせてもらってますんで。まあ、問い合わせ、したいよっていう方はですね、お電話、もしくは、メールでね、ご連絡いただければっていうふうに思います。アクト株式会社、島田です。よろしくお願いします。